転校生。久しいな。息災のようで何よりだ。貴殿が迎えてくれたということは、かなりの待遇をしてくれるのだな。今の言葉は半分ジョークだ。学園まで案内を頼む。一度訪れた場所だが、貴殿にエスコートしてもらおう。ああ、今回の来日は親善のためだ。春にグリモーからネテスハイムに来てくれただろう。その返礼だな。我がネテスハイムにもグリモーとの連携が重要だと考える生徒が増えている。貴殿らの活躍が正しく伝わっているということだ。誇るがいい。初対面の時のことは謝罪しよう。あの時は貴殿らを見くびっていた。少なくとも私にはおごりがあった。ネテスハイムの主席たる私の戦い方こそが至上のものと思い込んでいたのだ。もちろん考えはもう改めた。恥は一時の恥で終わらせねばな。そういうわけで転校生、私がこの国に来たのにはもう一つ理由がある。貴殿らの強さの源を見極めに来たのだ。ネテスハイムに生かすためにな。そこで学園について荷物を置き次第ミスティックの討伐に出る。すでにトラチオには話をつけてある。同行してくれ。貴殿と共に戦うのは大垣姫の解放以来か。懐かしいな。あの時は本当に少しだけの滞在だった。おかげで言葉だけ知ったものの実際には見ていないものが多い。今回はそれらも余すところなく見ていくつもりだ。よろしく頼む。さて、まずは日本の標準的なミスティックから見てみよう。ふぁなるほど、強さはイギリスとそう変わらんな。しかし出現する頻度が高いのだ。それもグリモアの強さの一部。よし、では次は改めて貴殿の力を見せて。これから全て全力で魔法を使う。貴殿の魔力補給が大変。私が倒れないように頼むぞ。全然疲れていない。これは危ういな。貴殿と共にいるだけでこれか。グリモアのタイコンデロガ討伐数が飛び抜けているのを頷ける。参ったな。世界中の様々な組織が貴殿を欲しがるのが理解できた。我がネテスハイムにも来てほしいくらいだ。だがグリモアとの進展で来たのに貴殿を連れて帰っては有効にひびが入るな。今のも半分ジョークだ。もう半分は本気だ。貴殿の力だ。それを使いこなす技量に敬服した。積極的に誘う気はないが、たまにネテスハイムに遊びに来てくれ。国を挙げて歓待するぞ。いや、この服だ。私はネテスハイムの、ひいてはイギリスの代表として来日している。プライベートなどない。会った人々に礼を失することがあってはならないんだ。やめろエミリア。その服は女王陛下から貸しされた貴重な。なんだ転校生、言いたいことがあるなら言うがいい。遠慮することはない。いや、今のは嫌味だったか。失礼した。忘れてくれ。エミリアに礼服を取り上げられてな。代わりにこれを着せられた。ご丁寧に新品を用意していたようだ。すべて読まれていたな。サイズがぴったりだ。奴がネテスハイムにいた頃とは変わっているはずだが、深く考えても仕方ないな。後で問いただすことにしよう。それより今日は日本観光だ。東京に連れて行ってもらえると聞いた。私は浅草がいい。トークショーを聞きたい。そうだ、トークショーだ。
日本の伝統芸能だと聞いている。あれが分かれば日本通なのだろう。エミリアが言っていたぞ。エミリアに分かるなら私にも分かるはず。それを証明するのだ。さあ連れて行ってくれ、下町のトークショーに。エミリアは本当にあれで笑えているのか。あれは本当に日本語なのか。何を言っているのか全然わからなかったぞ。理解するには高度な語学力が必要なはずだ。まさかエミリア家を張っていないだろうな。部屋に戻ったら問い詰める必要がある。もし一時の優越感のために見栄を張ったのなら貴族失格だ。そのように情けない精神は叩き直さなければならない。大丈夫だ、これは私とエミリアの問題。貴殿はエミリアと仲がいい。かばいたくなる気持ちもわかる。抵抗性、少し休むところを教えてくれ。星座が今になって足に来た。日本の文化に触れるとはいえ普段しない座り方はすべきではなかったな。ああ、しびれではなく痛みだ。骨に異常がありそうなほどに痛む。肩を貸してくれ。情けないが歩くのも難しい。やはり日本は違う。驚くことばかりだ。貴殿らがロンドンを訪れた時もこんな感じだったのだな。次の機会があればもっと異文化の人間に過ごしやすい街にしておこう。転校生、早く椅子のあるところを。